ファイナルファンタジーシリーズイバリースシリーズファイナルファンタジータクティクス A に風穴のグリモアファイナルファンタジータクティクス A に風穴のグリモアファイナルファンタジータクティクス A2 風結のグリモアファイナルファンタジータクティクス A に英語ファイナルファンタジータクティクス A にグリモア・オブ・ザ・リフト略称フタニなどはスクエア・エニックスより2007年10月25日に発売された 任天堂 d s DS 用シミュレーション RPG。ファイナルファンタジータクティクスアドバンスの続編。ファイナルファンタジー12レバナントウィング。ファイナルファンタジータクティクス自死戦争に続く、イバリース・アライアンス第3弾。夏休みに本を読んでいた、主人公、ルッソが異世界に飛ばされることから、物語が始まる。ファイナルファンタジー12エフェフェクシャートのキャラクターが登場し、 同作の数年後、別の地方が舞台となっている。蓋の続編となるタイトルではあるが、一部のキャラクターが登場するだけで物語に直接のつながりはない。学校の図書室に本の整理をしにやってきたルッソは一冊の不思議な本を見つける。本の中の白紙の一ページに書かれていたことは空白を埋めるものその名を告げよ。気がつくとルッソは見たこともない場所へ来ていた。 イバリースにて、新たな物語が始まる。今作の舞台であるイバリース・ユトランド地方は、エフェフェクシのイバリースの西部に位置し、ロアル大陸、オーダリア大陸の二つの大陸を指している。前作とは、性質の異なる、ジャッジとローが存在している。ヒュムをはじめとした多くの種族が暮らしている。クランの自治権はオークションによって競われる。主に5つの地域に分類され、 それぞれを各地の領主が収めている。前作のように現実世界が作り変えられたわけではなく存在するイバリースに主人公が迷い込んでしまう設定である。前作との大きな変更はないものの細かいルールが変更している。今作ではボスユニットに33のマスを占領し移動しないタイプのものが多数存在するクエストなどで特に サブストーリーとして何度も登場するキャラクターには特別にイラストが用意されているアビリティが宿る武器を装備した状態でアビリティポイントを貯めることで使えるようになる。習得可能アビリティは大別してアクションリアクションサポートの3種になり前作にあったコンボアビリティは廃止された。特殊なアクセサリーを装備することによって新住召喚のコマンドが追加される。 外すとなくなる。一度、行動を成功させると溜まる。スマッシュゲージを一定値貯めることで、真珠が召喚可能になる。複数のアクセサリーを装備することで複数の真珠を1回の戦闘で1人のユニットが召喚することが可能だが、1種類の真珠は1回の戦闘で1度だけしか召喚できない。 いくつかのコマが一つの地域にまとめられ、地域単位で移動する際に日数がカウントされる。また、クエストをクリアした際にも日数が経過する。戦闘系統のクエストでも一部は派遣で済ますことができるようになった。敵を倒した時、エンゲージが終了した時などに、お宝が手に入り、それを持っていることでクエストを受けられる。手に入れた。 お宝の組み合わせによって、精錬された装備品はショップで購入できるようになる。一度購入したら再び精錬しないといけないものも、ある。本作には、ノーマル、ハードのモードがある。ハードはノーマルに比べ、敵の攻撃力が上昇する。セーブスペースは2つある。ユトランドを中心に活躍する、女性アイドルグループ。 クランとしての実力も確かで、クエストをこなしたり、クランリーグに参加したりしている。ファンも多いが、特に二人の異常な追っかけくんがいる。有名な凄腕賞金稼ぎクラン。報酬さえあればどんな仕事も請け負うと言われる。何事も慎重かつ確実に行う。ダルマスカ王国王とラバナスタの競合クラン。前期のクラントーナメント優勝チーム。もうに、 マッケンロー、カロリーヌ、エメットなど、前作の初期メンバーが名を連ねる。現在はバンサトが、リーダー代行を務めている。ユトランド地方にて暗躍する、謎の組織。表の顔である、事前企業、カームカンパニーは、ユトランド全域を掌握する勢力を持っている。ユトランド制圧を企む他国の組織。デュアルホーン4天皇が指揮を務める。 サブクエストの中では最長クラスのストーリーが設けられている。特定の期間中、オークションに参加してくる。力ある選手と戦うことを望む集団。赤、青、緑、黒、白の魔導士5人合わせて5王と呼ばれる。実力は確かなもので、多くの者が彼らの前に敗れた。メンバーの名前は、それぞれの色をフランス語にしたもの。 はじめは一人一人と戦っていくが、白王を倒すと五人同時に戦えるようになる。他の敵と比べレベルが段違いに高い。オークションに参加したり、クエスト外で戦闘が発生したりするクラン。前作の五種族に加え、本作では新たに、シーク族、グリア族の二種族が仲間にできる種族として登場している。真珠は、 FF12 までの FF 本編シリーズの敵を、イバリースシリーズでのゾディアックの概念に当てはめた、仕様となっている。AB、ファイナルファンタジータクティクスへに、グリモア・オブ・ザ・リフト、セールズ、ウィキ、チーツ、ウォークスルー、リリースデート、ゲームプレイ、ロム・オン・ビグ・チャーツ。2017年2月27日閲覧。AB、共に旅する二人の仲間が判明。 ファイナルファンタジータクティクス A 2風穴のグリモアファミツー .com2018 年9月15日閲覧 FFX の番が登場ファイナルファンタジータクティクス A 2風穴のグリモアファミツー .com2018 年9月15日閲覧ありがとうございます